先生、どうしたんですか？大丈夫ですよ。今日の体調は完璧ですから。ミレニアム優勝のためにも頑張らないと。そうだ、先生、よかったら借り物競争を見に来てください。出場するので活躍見ててくださいね。私ってば何を。テンション上がりすぎじゃないかしら。まさかあんなこと言っちゃうなんて。どうしよう。でも今から何か言っても変だよね。終わった後先生にどんな顔して会えば。ああもう。ゆうかちゃん、借りるものは見つかりましたか？見つかったわ。